こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日はですね、また休みで早朝ウォーキングの後ちょっと動画を撮ってるんですが、昨日話した内容っていうのは、人からねちょっと変わったねっていう風にね褒められるようなね、そんなね言葉がすごくね自分にとって嬉しくて、本当にね自分の中でも変わってきてるなっていうのがね実感できてるっていうのがね本当にあります。それで斉藤ひとりさんがね言ってる話なんですけど、奇跡をね起こしたいなら焦らず気長にねちょっとずつ努力をするといいっていうことで、まさにこの1年間そんなことをね自分やってきて、まだねちょっと奇跡っていうことは起きてないんですけど、例えばね言霊をずっと言う、天国言葉ついてるついてるついてるとか、なんとかなるなんとかなるなんとかなるっていうのはね、もう毎日ちょっとずつ1日1000回とかそれをね言ってるだけで、随分ね気持ちも楽になったっていうこともありましたし、急にねこう変わるっていうことはやっぱないんだな、やっぱずっとねこれを続けて継続してきてる、それがねやっぱ結果につながるのかなって思ってます。奇跡、自分がね昔の性格から比べたらね、今のねこうやって毎日継続して動画を撮るとかね、そういったことっていうのは奇跡にね近いことだと思うんですけど、そうやっていつかねこう突然っていうか、こうよくね成功曲線ってこう最初ずっと横ばいでちょっとずつ上がってきて一気にグワッて上がるっていう、そんなね話をねよく聞くんですけど、まさにね今まだ自分こう下のこうちょっと上がったぐらいのところにあるんですけど、そのうちねガンっていけばいいななんて、それがね自分にとって奇跡、今もね奇跡に近い状態なんですけど、なのでね、ちょっとずつ少しずつ継続していく、それがね一番大事かななんて思います。やっぱね人によってね生まれて生きてきた環境っていうのはね違うんでね、成果の、ね、出る速度っていうのは全然違うと思うんですけど、やっぱちょっとずつちょっとずつ毎日継続するっていう、そんなねことがね大事だなってすごくね思っております。自分がね今参加している投資コミュニティもねそういったものもね入ってるんですけど、それもね結果が出てる人はねどんどん結果が出てるし、僕みたいにね人との関わりをねずっと避けてきた人っていうのはなかなかねやっぱ結果は出づらいんですけど、そこでね焦ったりして何か急激な行動をしてもね、それがね失敗に終わるかもしれないんですけど、失敗は経験だからいいんですけど、ただねそういう生まれてきた環境とかそういったもので全然違いますんで、焦らずちょっとずつ努力して、努力っていうね今努力はそんなしてなくて、毎日ね楽しくやってるっていうことですけど、楽しくやれるのがね一番いいのかななんて思ったんで、今ねこうちょっとずつ自分がね変わり出して、奇跡っていうのはねそのうちもっと大きなね奇跡が起こるんじゃないかななんて、そんなね期待もしながら日々ねこうやって動画を撮ったり言霊を言ったり、それをねしてるところです。はい、なのでね斉藤ひとりさんのね言葉でそういった言葉をねちょっと聞いたんで、ちょっとその話をしました。奇跡っていうのは焦らずちょっとずつ努力するっていうことですね。はい、では今日はちょっと短いですが最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。